ツインリンクモテギは栃木県羽賀郡モテギ町にあるモビリティーテーマパーク。1997年8月営業開始。4輪のスーパー GT や2輪の日本グランプリが開催されるサーキットを併設している。カタカナ表記においてツインリングは誤り。鈴鹿サーキットを所有するホンダ技研工業が建設した2つ目のサーキット。 1980年代に開発を開始し、1997年8月に営業が開始された。1998年には、ホンダ技研工業創立50周年記念イベント、ありがとうフェスタインモテギが開催された。オーバルトラックとロードコースの2つのコースを併設する、世界でも稀なサーキット施設であり、ホンダの100%子会社として作られた。 その後、鈴鹿サーキットを運営する、鈴鹿サーキットランドと合併した新会社、株式会社モビリティランドが運営を行っている。現在は、レジャーリゾート施設となっており、サーキットの他に、遊園地、ホテルがある。2022年3月1日より名称が、モビリティリゾートモテギに変更される。 日本国内初の本格的オーバルトラックであり、インディカーやドラッグレースなどのアメリカンモータースポーツイベントで主に使用することが想定されていた。名称はスーパースピードウェーバーが、規模的には1.5マイルの中型オーバルである。直線長はフロント、バックとも2969フィート。バンク角は全ターン10度。 バンク角が浅い上に1から2ターンに比べると3から4ターンがきつく1.5マイル級オーバルコースとしては珍しくシフトダウンが必要になるコースレイアウト自体はマディソンインターナショナルレースウェイを参考にしているホンダが1994年からエンジンマニュファクチャラーとしてインディカーに参戦したのを契機に F1 の鈴鹿 インディカーのモテギという位置づけをされていた。1998年から2002年にかけてはカートシリーズ2003年から2011年はインディカーシリーズの日本ラウンドが開催された。また、1998年と1999年にはストックカーレースのナスカールの日本ラウンドが開催された。スーパー耐久でも オーバルバトルと銘打って使用されたが、オーバルでのクラッシュ時に対応した衝撃吸収構造などが使用する車体に設けられていない関係からコース上に仮設試験を設けていた。しかし、日本国内ではアメリカ流のオーバルレースが普及していないため、ロードコースに比べると使用頻度は少なかった。 1998年には無限とドームと共同でオーバル走行可能なフォーミュラカー ML を開発したがプロトタイプのテストのみに終わったさらに2011年の東日本大震災でコース上に段差が生じてしまいレースが不可能な状況となった同年9月のインディジャパン300ではロードコースを使用したその後は路面修復工事も行われず レース等の走行イベントはほとんど行われていない。イベント走行以外では自転車やマラソンのコースとして利用され、大型イベント時には臨時の駐車スペースとして使用されている。ホームストレート部分は、ロードコース用ピット施設とロードコースの外側に、オーバル用、ピットレーンとオーバルコースが並列し、大外にグランドスタンドという配置になっているため、ロードレースにおいて、 観客席とコースの距離が離れてしまうという問題がある。そのため、オーバルコースのホームストレート上に仮設スタンドを組んだり、オーバルコースの一部をアリーナエリアとして一部の観客に開放したりしている。2014年以降のモートジッピー、日本グランプリとスーパー GT 最終戦では、オーバルコースのピットレーン部分に、 ビクトリースタンドと故障した仮設スタンドを設け、より間近で観戦できるようにしたほか、オーバルコース上には、ホスピタリティエリアを設けている。スーパースピードウェイとロードコース全長 4.8km のテクニカルサーキット。直線と直線をタイトな中低速コーナーで結んだ、ストップゴーの比較的単調なコースレイアウトを採用している。 国際格式のサーキットとして、二輪のロードレース世界選手権、パシフィック GP が2000年に始まり、2004年より鈴鹿に代わって、日本 GP の開催地として定着している。国内では、スーパーフォーミュラ、スーパー GT、全日本ロードレース選手権など様々なイベントが行われている。自転車レースではコースを逆走する。コースは、 オーバルのインフィールド区間から、オーバルの外周部に出て、最後にまた内側に戻るレイアウトで、2箇所の立体交差で、オーバルの下を通過する。インフィールド区間は3本の直線及び、第1、第2コーナー、第3、第4コーナーという2つの複合ヘアピンからなり、ほぼ平坦である。第5コーナーを曲がると、最初の立体交差をくぐり、徐々に上り、勾配となる。 130R から S 字とつながる中速セクションを通過し V 字コーナーで減速。短い直線を経てヘアピンコーナーで再び減速。ここの脱出速度がコース最長のダウンヒルストレートの最高速につながる。高低差30メートルを一気に駆け下った先の90度コーナーはブレーキング勝負のポイントとなる。 二つ目の立体交差をくぐり、最終のビクトリーコーナーを切り返すと、ホームストレートに戻る。ショートカット路面を利用することにより、東コース、西コースのショートコースとしても利用できる。全長982メートルのショートコース。主に、レーシングカートやミニバイクのコースとして使用。全長200メートル、400メートルのダートオーバルコース。 ダートトラックレースのコースとして使用されていた。現在では、コース中央部に花が植えられている。2012年5月末で閉鎖された。2万平方メートルの多目的コース。モタードレース、ジムカーナ、ライディングスクールたイベントなどで使用。スーパースピードウェイでは、ジルド・フェランが1999年に、カートで記録した例25.463が、 最速タイムとなっている。ロードコースにおける主要カテゴリーのコースレコードは以下の表の通りである。なおショートコース等を含めた全コース全クラスのコースレコードについては公式サイトのリザルトページに記載されている。モビリティがテーマの遊園地。自然と親しむことができる体験施設でファミリーキャンプや木工クラフト、アウトドアクッキングをはじめ、 四季を通じて楽しめる自然体験プログラムが用意されている。東京ドーム9個分の敷地の中に、どんぐり広場、受冠タワー、水生生物研究所、カフェなどの施設もある。ホテルツインリンク場内にあるホテル。マルシェラン、東国、ブルーノート、のぞみの湯などがある。宿泊予約は専用のインターネット予約ページ、または電話で受け付けている。 ホンダコレクションホールホンダ車をはじめとした国内外の名車を展示、胴体保存するホンダコレクションホールや安全交通トレーニング施設、アクティブセーフティトレーニングパークを備えている。場内では無料巡回バスが運行されている。2008年インディジャパン300マイル詳細についてはアクセスを参照。宿泊施設としては上述のホテルツインリンクがあるが、 レース開催日は関係者の宿泊が中心となる。モテギ町及び近隣の毛か市やまし町にもホテルや民宿はあるが数が少なく、モートジッピーやスーパー GT のビッグレース開催時は栃木県と茨城県の県庁所在地である宇都宮市、水戸市のホテルも一般客の宿泊者が多くなる。2011年3月11日に発生した 東北地方太平洋沖地震の影響を受け1ヶ月ほど営業休止となった。4月16日に一部施設を除き営業を再開。しかしロートコースや観戦席が破損したため、コースの再舗装や縁席の入れ替えなどの改修工事が施す必要があり、モートジッピーやスーパー耐久などの冷水ベント開催日程を延期した。 6月15日に改修工事が完了し、7月2日からの全日本ロードレース選手権にて、イベントも含めた震災前と同様の営業再開となるが、同年のインディジャパン300については、オーバルコースの地盤に沈下、流気が発生しており、コースの安全性や改修費用の問題があることを理由に、オーバルでの開催を断念し、ロードコースでの開催に変更された。 この際、ロードコースのピットはチームごとに一つ割り当てられるヨーロッパ式でインディカーでは使用できないためオーバルのピットをロードコースと連結して使用することになった。ただ、福島第一原子力発電所事故による放射性物質の飛散状況を理由に同年8月に行われたトライアル世界選手権の日本グランプリでは アルベルト・カベスタニーなど一部のライダーが来日を拒否し、欠場した。また、同年10月に行われたモートジッピーの日本グランプリでも、バレンティーノ・ロッシアホルヘロ・レンソなどの有力ライダーが、一時同様の理由で、レース参戦をボイコットする意向を表明した。ただし最終的に、ボイコットの意向は撤回された。ありがとうございます。